トヨタグループアイシンアイシン AI アイシン AI 株式会社はかつて存在した小、中容量、マニュアルトランスミッションを開発、製造、販売する大手自動車部品メーカー。アイシングループ主要14社の一つであった。アイシン世紀の子会社であった。アイシン自体は一つの事業が大きくなった場合は分社化するという特徴があり、 マニュアルトランスミッション専業企業として、上山工場が分社化して設立したものである。2019年4月1日、経営統合のため i c i n AW に、吸収合併され消滅した。a b c d e i c シン AI。会社概要。マニュアルトランスミッションの、専門メーカー i c シン AI。2017年9月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年4月26日閲覧。a b c i 新 AI アクセスマップマニュアルトランスミッションの専門メーカー i 新 AI。2017年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月26日閲覧。a b c d e i i 新 AI 株式会社。 第27期決算広告、愛心グループ主要14社ウェイバックマシン、愛心、変則機種会社を統合。日本経済新聞。2019年4月5日閲覧。ABCDEFG 愛心 AI。会社遠隔。マニュアルトランスミッションの、専門メーカー愛心 AI。2016年4月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年4月26日閲覧。ABI 新 AI グループマニュアルトランスミッションの専門メーカー ICNAI。2016年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月26日閲覧。a b c d i 新 a i グローバルマニュアルトランスミッションの専門メーカー ICNAI。 2016年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月26日閲覧。愛心 AI。マニュアルトランスミッションの専門メーカー愛心 AI。マニュアルトランスミッションの専門メーカー愛心 AI。2019年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月27日閲覧。ありがとうございます。